2021明治安田生命 J1 リーグ第21節、トヨタスタジアムから名古屋グランパス対鹿島アントラーズの一戦をお送りします。ではスターティングメンバーです。名古屋グランパスゴールキーパーランゲラック、最終ライン今日は成瀬が入ります。中谷、丸山、吉田、稲垣、米本のボランチ、2列目トップ下に斉藤、右前田、左マテウス、ワントップに山崎です。鹿島は FC 東京戦からスタメン6枚変えました。ゴールキーパー沖、ディフェンスライン右から常本、犬飼、町田、今日は杉岡が左サイドバック、そして来日リーグ戦初スタメンディエゴ・ピトゥカ、長木のボランチコンビ、2列目トップ下にファン・アラーノ、右小泉、左遠藤、ワントップに土井というこのシステムを予想しています。ここはマテウスがボールを持ちます。成瀬、ないですね、オフサイドないです。さあ前田、前田、左足、オフサイドですか。ここで旗が上がりましてオフサイドです。今副審はフラッグを上げてオフサイドということになっています。まあ、長木もいいボール蹴るんでね、高さもなんかありますから、はい、うん、あ、ゴールですね。これは入りました、はい、ゴールラインを割ったということでゴールインということになりました。ちょっとランゲラックや、まあ、長いディフェンス陣が抗議に行きますが、鹿島コーナーキックから先制点、まあ、最後犬飼そうですね、ですか、まあ、ランゲラックのところにボールが行ったんですけどファンブルして、まあ、犬飼に当たってゴールという形ですし、まあ、これはおそらくファールではないですね。ちょっと肩にこうボールが当たって少しこうランゲラックに接触はしていると思うんですけども、ここどう判断するか。松村自ら運んでミドルシュート、うん、これは枠の右です、はい、まあ、伝説も ね、 そうですね、しっかり決めてますからね、ピトゥカがすぐさま拾って縦パス、荒木、荒木運んで上田、そして荒木も走り出す、うん、松村細かいパス、長木からヘディングでいく、うん、上田のヘディングはランゲラックです、はい、長木、上田衛星ワンタッチ、小泉、吉田、なんとかクリア、ピトゥカ縦に荒木、そして松村、上田綺世、上田綺世のヘディングは枠の外、はい、やの入り方というかね、予測も含めてやっぱりさすがですね、はい、まあ、そういったところも含めた今クロスだと思いますけど、はい、後半の35分が過ぎました。ディエゴ・ピトゥカ、長木、上田綺世、上田綺世、ランゲラック、さすが上田綺世フリー、左足、ここはランゲラックよく守りました、よく残しましたね、左足、長木が運んでいきます、縦に、あ、さあ上田綺世、上田綺世、ちょっとボール長くなりましたが、鹿島ボール、小泉、松村、松村、縦パス、荒木、フリー、左足のシュート、杉岡、今シーズンリーグ戦初ゴールです。鹿島アントラーズ、試合の終盤で貴重な追加点、0対2。
ここで長いホイッスルです。名古屋は連勝とはならず今シーズン4度目の黒星、そして鹿島はリーグ戦3連勝ということになりました。相馬監督になって無敗記録を伸ばしている鹿島アントラーズ。